皆さんこんにちは。今回も缶つく実況をしていきます。今回使う缶は伊勢型の任務缶です。本缶は毎日更新される任務を円滑に遂行するべく開発建造されました。任務に出現する敵艦は巡洋艦や駆逐艦といった装甲の薄い艦が主です。そのため 15.5 センチ砲や 7.62 センチ広角砲といった旋回や装填が速く手数の多い兵装を限界まで搭載しています。また時折時間の後方に敵艦隊が出現する任務があるので、その対策としてそれらの兵装の大半は完備方向を向いています。こうして建造された本艦ですが、対艦、対空ともに火力を安定して継続的に出せること、甲板装甲に多少の不安があれど防御力もそれなりにあること、さらに32ノットの高速を発揮できることから演習や戦役でも活躍するようになりました。この際わずかに余ったスペースに最低限の自動対空兵装として 3.7 センチ機関砲を7機増設しています。この機関砲を数機積んでおくと安心感がありますね。説明はこれぐらいにして早速出撃しましょう。任務を遂行しに来ました。真後ろの戦艦を 15.5 センチ砲で沈めた後、左右の駆逐艦を旋回が速い 7.62 センチ広角砲で沈めます。装填中です。勝利です。15-5に来ました。敵は空母3隻とその取り巻きの計7隻です。巡洋艦全滅。どんどん行きます。リライされど戦闘継続に支障なし。取り巻きは全滅しました。南側の空母を追撃します。敵空母撃沈。あ、敵機接近。対空戦闘を見てみましょう。対空戦闘は楽しいぞい。ここ好き。あとはこのまま北上して。斬敵掃討をして勝利。港に帰ります。いかがでしたでしょうか。やはり缶詰缶は作る時も使う時も熱中できて楽しいですね。今回は以上となります。
ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価をお願いします。